このサクサクが美味しさの秘訣なので、はいどうも、料理のお兄さん、リュウジです。はい、ということですね、今回はですねコラボ企画でございます。国連 WFP さんとですねコラボ動画になります。ゼロハンガーチャレンジというですね企画に参加させていただきます。どういうキャンペーンかと言いますとですね、食品ロスをなくしていこうっていうですね、大まかに言うとそういう企画になるんですけども、概要欄に今回の企画の趣旨ですとか、そういったものが書かれていると思いますので、そちらご参考にしていただければなっていうふうに思います。いつも超ふざけている僕ですけども、真面目に食品ロスに向き合いながらやっていきたいなっていうふうに思います。今回でね作るレシピっていうのは余りがちな食材、今回ですね私選んだ食材こちらですね。はい、海苔。結構枚数とか入ってるじゃないですか。だから保存も効くんですけども、ずっと保存しとくと湿気ちゃうんですよね。湿気た海苔ってやっぱりこうおにぎりにしてもパリッといかないと美味しくないし、今回ですね湿気た海苔でも超美味しく生まれ変わることができる無限海苔ふりかけっていうものにしていきたいと思います。湿気てない海苔でも、ものすごく美味しくできますんで、海苔を生き返らせるようなレシピを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、そうしましたらですね、こちらにフライパンですね、ごま油、これね大さじ2杯使います。はい、じゃあちょっと多めですね、火ちょっとかけちゃいましょう。これをですねちょっとね もんでですねぐしゃぐしゃにして入れていきます。はい、なるべく細かい方がいいです。でぐしゃぐしゃに細かくしながら、ふりかけなんでねこんな感じでね、こうやって丸めてちぎっていった方が細かくなるかもしれないです。湿気てますね、ふにゃんふにゃんですこれね、パリッとしてない、全然パリッとしてません。これこいつをやるときにまあまあ折りたたんで、あ、ちぎれますねこれね。はい、こんな感じで湿気た海苔もねこんな感じでちぎれます。で海苔って時間が経つとね風味が劣化するんですよ。これこの風味を取り戻させるのがごま油なんですね。ごま油ってねいい香りがついてますんで、ごま油といることによって非常にですね海苔にごま油のいい香りがついて、香りがですね非常に良くなります。もしねこれよりも湿っちゃってたりしたら、ハサミでねちょきちょき切りましょう。ハサミで切ったバージョンもあった方がいいかな。あれもう1枚どこ行った？これ2枚ちぎったやつ。2枚同時にちぎったの。じゃあ最初から2枚同時にちぎればよかったじゃんね。じゃあ火をね強めていきます。まあ、中火よりちょっと弱めぐらいで大丈夫です。油をね全体に絡ませながら、海苔が全体的にツヤってきますので、新しい海苔でも古い海苔でも同じく美味しくなります。じゃあお塩です、小さじ1/3。まあ、これね、お好みです。僕の場合は、少し濃いめにやってます。ふりかけですし、調整しながらやってください。はい、で、味の素。1、2、3、4、5、6、7です。旨味をつけていきますね。これも大体でいいんですけども、大さじ1ぐらい。いりごまです。サクサクって言ってくるんですよね。このサクサクが美味しさの秘訣なので、全体がサクサクっとなったら、OK。あんまりやりすぎると、海苔がね、焦げちゃう。よく混ぜてくださいね。耐熱容器。入れてあげてください。蓋しておくと結構保存効きます。湿ってしまった海苔がですねいつでも食べられるふりかけに変化しちゃうんですね。ご飯と一緒に食べていきたいと思います。こちらこうわさっとしなってなってた海苔が全部パリッパリなんですよ。これかけたい人はもっとかけても大丈夫です。無限海苔ふりかけの完成です。はい、それではですねできましたので食べていきたいと思います。いただきます。じゃあ、いただきます。おほほほほ、これうまいな。新しい海苔もね半分入ってるんですけども、おいしい。これ味がすっごくしっかりしててパリッパリですね。これね韓国海苔っぽいふりかけになってます。しなしなの海苔が生き返るんだったらめちゃめちゃいいですよこれね。今回ご飯にかけてるんですけども、お豆腐とかにかけたりとかしてもすっごく美味しいかなっていう風に思います。四角いベビーチーズみたいなのあるじゃないですか。ベビーチーズとかにちょっとパラッとかけていただいて食べるとかもめちゃめちゃ美味しいと思いますよこれね。塩と味の素とごま油最強ですねこれね。めちゃめちゃ美味しい。お茶漬けしたいかなっていう風に思います。白だしね、まあ、大さじ1ぐらいでいいかな。パフー、お湯 85cc ですね。即席だしをここにかけます。だし茶漬けにして合わないわけないでしょ。さらっといただきたいと思います。あ、うまっ。
少しねごま油の香りもしますんで、普通にお茶漬けで食べるよりもすごくね風味があってすっごく美味しい。これだけでご飯何杯もいける。わさびわさびわさびちょっとつけてね。あ、わさびと海苔の相性ってなんでこんなにいいんでしょうね。常備しておきたいうまさですよ皆さん。これ普段の疲れたりに染みます。余った海苔はですね全部これにしてください。うまさよみがえりますし用途もたくさんあります。サラダのトッピングとしてやってもいいと思います。作っていただいて食品ロス撲滅に努めましょう。視聴者の皆さんはもうちょっとこいつ今日何真面目ぶってんだと思うかもしれないですけど、たまにはそういうところも見せておかないと、料理家としてね非常にあのなんかいろいろダメなのでたまにはねこういう真面目なこともやりますよ。はい。